サントメ島はアフリカ大陸の近く赤道付近の大西洋上に存在する島の一つである。付近にはプリンシペ島などが点在している。サントメ島はカメルーン火山列に属する火山島として形成された島で島内の最高地点は標高2024メートルのサントメ山である。サントメ島は付近にあるプリンシペ島などの島々と共に サントメプリンシッペ民主共和国を構成している。ただし、サントメプリンシッペの国土面積は964平方キロメートル程度と、サントメ島が面積の大部分を占めている。なお、サントメ島内の主要な都市は、サントメプリンシッペの首都のサントメである。島内には、サントメ国際空港とポルトアレングレ空港の2カ所に空港が設置されている。サントメ島は、 高雨量が多く、ポルトガルによる植民地時代にカカオ豆の生産が盛んになった。この影響で、ほぼカカオのモノカルチャーの状態にある。しかし、カカオ豆は主食にできるような作物ではない。しかも、干ばつなどの異常気象が発生したり、暴風が吹き荒れるなどして、カカオ豆が不作になると、簡単に困窮する。他の作物は、食用として、主に、 サントメプリンシッペ国内で消費されているものの、食料自給は達成できておらず、多量の食料を輸入に頼り、サントメプリンシの経済を圧迫してきた。なお、コ塚向けの切手発行業も言っているものの偽物が出回る始末であり、観光業もあまり振るっていない。1470年もしくは1471年に、ポルトガルのペロデ・エスコラールが発見したとされる。それ以前は、 無人島だったと言われている。首都トマスの日である12月21日に発見されたため、サントメと名付けられた。1493年にアルバロ・カミニアのポルトガル人入植者たちが無人島だったサントメ島に入植した。ポルトガル人はアフリカ大陸から奴隷を購入し、砂糖キビやカカオ豆の農場で働かせた。19世紀に奴隷制度は廃止されたものの、 その後も奴隷の扱いはあまり良くなかった。多数の奴隷が不満を募らせたこともあり、1975年にサントメプリンシペ民主共和国としてポルトガルから独立した。カカオの栽培には年間平均気温摂氏25度前後の高温な気候と年間降水量2000ミリメートル以上の湿潤な気候が必要である。また、排水の良い地質が望ましいとされている。 なお、強風を受けると、カカオ豆の入ったカカオの実は落下しやすい。ありがとうございます。